親子の名作読み聞かせ本トンチ話親猫子猫彦市話伝兵衛さんの屋敷によく似た猫が2匹いました1匹は親猫でもう1匹は子猫でした生まれてしばらくはどちらが親か子か見分けがつきましたが1年ほど経った今では子猫の体も大きくなってどちらが親か子か伝兵衛さん以外は誰にも分かりませんでした ある時村の衆が集まって伝兵衛さんの屋敷で酒盛りをしていました「皆の衆面白いことを考えたぞ」一人の若者がそっくりな2匹の猫を見ていました「彦市を呼んで2匹を見分けさせるっていうのはどうだいくら賢い彦市でもこの2匹を見分けるのは難しいかろう」「それはいい」という話になり早速彦市が屋敷に呼ばれました「さあ彦市どっちが親でどっちが子だ分かったらここにあるごちそうを全部やろう」 すると彦一はにっこり笑って「へえいい,いいとも」そう言って2匹の猫の間に魚の骨をひょいっと投げてやりましたするとどうでしょう片方の猫はさっと骨に食らいついたかと思うとガリガリと食べ始めましたですがもう片方の猫はその様子を座ったままじっと見つめています魚の骨を食べているのが子猫座ってじっと見ているのが親猫じゃ「伝兵衛さん違うかい」彦一はチは伝兵衛さんを振り返りました「そうともそうともさすがは彦一だ」 伝兵衛さんは感心してうなずきましたどんなに子供が大きくなろうと子供のことを一番に考えるのが親心食べ物が一つしかなけりゃ自分が腹ペコだってまずは子供に食べさせるもんじゃ親ってのはありがたいもんですねさあ約束通り料理は全部頂い,いていきますよ母さんへのお土産にしよう彦一はそう言って立ち上がると料理を包んで家へ持っていきましたと